ではファーから降りていきます。4拍ずついきます。ファペダルトーンってやつですね。同じ位置でしたっけ。そうです、1番で。他の音と全然鳴り方がそもそも違うんで、うん、強制的に出してる音なんで、うん、出なくてもいいんですよ実は、うん、本来出る音じゃないんですけど、まあ一応いつも狙ってると出るかもみたいな感じですね。 OK です。じゃあ、今度ファーから上がっていきます。今回で C フラットでドレミファ、もういけるとこまで行ってみましょうか。ちょっと上の筋トレやと思って行ってみましょう、うん、では行きます。ファーからいい感じ、いい感じ。でも層が当たる率高くなってきましたね。
っとね。ねいいですね。じゃあちょっと筋トレがてらこの辺の音域何回か行ってみましょうか。じゃあファー行ってみます。ファで出そうとしてるだけここグッて張ってきません？ここどうですか、ちょっとあの、うん、疲れてはね、疲れて、それがいいんですよ、これで筋トレになってる。 でまたあのタンパク質とっていっぱい寝たら、強くなるって感じですね。すごい、そう結構ね当たる率が高くなってきたねこの辺筋トレゾーンですね今ね。 OK、 じゃあ曲しますか。あ曲じゃあ、そうですね、ね前やってた曲初めてやってる。せーの。どんどん変わっていくから、この音に行くなっていうのを頭で歌いながら行くと結構当たりやすいというか、あの吹きやすかったりするので、じゃまず最初のミー出してみましょうか。そう伸ばしてるときここ見たくなるんですけど、段変わって遠いけどここをさっき伸ばしてる間に見とくと、あ上がるなっていうのが分かるので準備しやすいと思います。で少し先を見ながら行くとより、じゃあちょっと先を常に見つつこのミーから行ってみましょう。ワン、ツー、スリー。そしたら手と口が準備できてるんで、あのよりなんていうの、ちょっとクレッシェンドとか、あのはっきりついてからとかっていう風に意識がなんていうの、コントロールしやすいかなって感じですね。いい感じです、今すごい綺麗で、あとはこのミーミーミーってフォルテでしたあとすぐピアノになって、今ピアノを弾いてるんですよ。あのピアノがね前よりちゃんとコントロールできるようになってて小さい音になれてるんですけど、ちっちゃくなった時に音程がちょっと低くなりやすいんですよ。で多分小さくしようって思うとちょっと斜め下にグンって、あの勢いが弱まってて音程が低いのかもなんで、まああのミーの感じそのままで息の量だけ弱める感じ、力を全部緩めちゃうと低くなっちゃうんで、息の量だけ少なくするイメージでいくと多分音程がキープできるかなと。じゃあミーをまず大きい音でフォルテでバーンっていってみましょうか。たっぷりの息で、量だけ少なくしてピアノで言ってみます。そうそう、めちゃ綺麗めちゃ綺麗、今音程バッチリです。じゃあミミミミミのこの辺だけやってみましょうか。
てのミミミからって、1,2,3,4,5,6 の、そうそうそう、めっちゃ綺麗。じゃあこっから行ってみるんで、このピアノの時も一緒ですね、息の量だけと思ってミーの音キープで、1,2,3 はい、できた。めっちゃいい感じ、さっきと全然違います。めっちゃ綺麗。そう、さっきもねピアノは綺麗にいけてたんですけど、音程が今の方がもう全然取れてますよね。なのでちっちゃい時は緊張感をこう抜きすぎないように、息の量だけ少なく他は一緒って思いながら行くと多分行きやすいかな。ほんであとは、あ、ここの C のナチュラルが、うん、7番ですけどちょっと高かったかなと思うんで、ハーモニーが合いやすいと思います。あとは他はめっちゃ良かったな。いい感じです。あのピアノとフォルテの差もしっかりついてるし、ここもティーなんかここでね、ここでなんか息が切れるんですよね。ああ、そっか、息の量もありますね。そうなんですよ。なんかここのあのグーッとした時に息の量が足りんくなる。そう、足りんくなってここのアクセントが。足りへんってなって、そう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 、ここも息も足りないみたいな、そう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 、あで層が出ないみたいな、うんうん、で次もちょっと息吸いにくいみたいな。そう、息ってあの普段ね生活してる時って、うん、あの息呼吸するじゃないですか、うん、でこの時って多分ね肺の、息吸える量の 20% から 30% あたり息してるんですよ。あ、だから、通常の状態ってこの状態から吐こうと思ったらってまだ吐けるじゃないですか、うん、吸ってなくても吐けるってことは 20% ぐらいまあ残ってはいるんですね、うん、まあ、20から30の間で普段呼吸してて、うん、から楽器吹く時も20ぐらいから吸い始めてるんですよ、スタート、うん、で吸って100からまあ吐き始めるんですけど、うん、そっから使ってゼロにしちゃうと、うん、本当のゼロ、うん、っていうこの最後の、うん、いつも残ってるはずの 20% のハーの部分を使い切っちゃうと次100に戻すのがめっちゃ大変なんですよ。普段20から吸ってるから、でそうなると頑張って吸っても50とかで結局すぐなくなってってなるのが多分この辺やと思うんで、できるだけ最後の 20% ぐらいはあの楽器では使わない方がいいですね。結構息の感じもハーってこうしんどい、しんどい息に最後の方のね、最後の今のブルブルってなったのが 20% ぐらいですけどが、結構音にも出ちゃうんで、その辺は使わずに早めに吸っといて、常に 20% は余裕ある状態で吸っといたら100に戻しやすいっていう感じなんで、まずここで吸ってもいいんですか、どうですか。あ、いいと思いますよ。いいと思います。ここ吸ってみましょうか一回。あの書いときます、ちょっと忘れんように、う、ね、ブレス記号。なんか息吸うのも忙しいですよね、うんうん、ね、どこで吸おうかな、そう、なんか吸った方がいいんかうんうん、まあ確かにね、なんか吸わない方がつながりいい気はするけど、かといって次はーってなるんもなみたいなそうそう、そこのバランスはねプロもあのめっちゃ考えるとか一番気をつけるとこかもしれない。あの楽譜さらうとき最初にじゃあこの曲仕上げていこうってなったときに、はい、ブレスの位置と量、どこで吸ってどれぐらい使ってにするかっていうのを結構最初に一番考えますね。なるほど。それでできることが変わってくるから、から要はまあ表現したいことと息とのバランスを見て、こう兼ね合い取っていくみたいな感じですね。
なんで今で言うとやっぱりティーってちょっとかっこよくガーッとクレッシェンドしたいんで、うん、あのクレッシェンドまでじゃなくて、まあ、押す感じにしたいんで、ここもたっぷり吸っとくけど、こっちもしっかり吸うと。これ結構まああの高くない音なんで、はい、低めの音やと息っていっぱいいるんですよね。低めの音ほど息はいるんで、そうなので2回吸って、じゃあこことここで吸って、でここは吸わなくてもいけそう。なんかね、なぜかここがすっごい私しんどいんですよね、うんうんうん、でもここがやっぱあの低めやからかもしれないですね、息いっぱい使うから。じゃあ一回こことここで吸って、まあここは多分無意識でも吸ってるから、ここは一息でいってみます、はい、じゃあ試しにその4小節いってみましょう。使い切らない、そう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 、最後の 20% は置いときつつ早めにたっぷり吸う方が苦しくないし、まあ、楽にたっぷり吹ける感じですね。じゃあ右からいってみましょう。ワン、ツー、スリー。いいや、吸ってもいいですよ、もうあの結構そしてあんまりクレッシェンドが出なかった。そうですね、じゃあ吸ってここも吸って、むしろ吸う方にして、息吸うこと考えたらクレッシェンドができる。確かに吸うクレッシェンドでしょ。考えることいっぱいみたいな。あとはあのもっと回数やって慣れてきたら、うん、まあ、吸う方とかクレッシェンドの方、うん、まあ、どっちが無意識でできるようになってくると思う、うん、でまずはちょっと全部吸ってクレッシェンドたっぷりしてみましょうか、はい、で特に身吹く前にたっぷり吸っとくのが一番、はい、あの準備としてはあの吸えるタイミングは最初が一番、ね、あのラッキーポイントですよね。吸いやすいと思うんで、一拍で吸おうって思うとこういうテンポの速い曲ってすごい、あの一拍の間が短いからすぐ終わっちゃうじゃないですか。吸い切れずにあの 50% とかで始まっちゃうから、テンポ速い時は2拍かけて吸うぐらいでもいいんです。ここのそう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 、最初ワン、ツーみたいな、でゆっくりのテンポの時は1拍でもたっぷり吸えると思うんで、うん、早い時ほど2拍ぐらいかけるとたっぷり吸えると思います。でじゃあ2拍かけて吸うイメージでいってみましょう、うん、で全部吸う、私も一回一緒に全部吸ってみます、うん、まあ、ワン、ツー、ワン、グー。ああでもいい、なんか余裕は出てきたこの辺にね。でこの辺はあいい、全然いいんですよ、あとは慣れなんで。多分ここ、うん、ここ吸えてたかな、うん、どうやったかな今の。どうです、息がちょうどいい感じです、あまりすぎてない、なんか苦しかったよ、足りてない、うん、足りてない感じの癖だと思う。もう分からへんね。もう一回行ってみようかな。じゃあ息が、これ実はね、この息って面白いんですけど、はい、あの足らなくてもしんどいんですけど、うん、余っててもしんどいんですよ。うん、それかもしれない。ね、ちょっとグググっていう、うん、なんかあの溜まってる感じ、うん、あの滞ってる感じがあったら吸いすぎかもしれないんで、そうこのバランスがいるんで、じゃあ一回試しにここ吸わずに行ってみます。ここ2拍かけて吸っといて、はい、これ一息でいく。でここで吸っといて、これも一息でいく、うん、ここなし、ここなし、はい、最初とここだけ吸うと。で行ってみましょうか、はい、いきます。ワン、ツー、ワン、ツね、最初はここが吸えてなかったからしんどかっただけかもですね。ここでしっかり吸えてれば、あのこことここだけでいいかもです。あの息って余る楽器って、トランペットとかもそうなんですけど、あのトランペット、あとはオーボエっていう楽器知ってます、あのオーケストラで出てる、うん、そうそうそう、細長いあの黒い細長い楽器、あれってめっちゃ吹き口も こんなんなんですよ。でも穴ももう開いてるか開いてへんかぐらいだから、めっちゃ余るんですね。すっごいしんどいんですよ。あ、そうなんですね、余るのもしんどい、そうそう、
なんていうずっとぐーっと溜まってる感じやから吐きたいってなる、ずっと余ってるってなるとそれはそれで別のしんどさがある。であのバランスね大事、吸いすぎず、足らなさすぎずちょうどよく気持ちよく拭けるってなるとここでたっぷりとここでがいいかもですね。これちょっと消しときましょうか。そうか、いいえ。ここはなんで苦しいんかな私。で結構楽譜ってこうやってあの変更したりとか多分、あのバンドの方とやるときもあると思うんですけど、ここをリピートにしようがいややっぱりやめようかとか出てくるんで、鉛筆とか、そうそうそう、鉛筆か、まあ、もしくは消せるボールペンがおすすめです。でここもなしの方がいいかな、どうだろう。あ、そうですね、うんうん、ここはない方がやっぱりいいかもしれない、ね、スムーズうんうん。じゃあこれでここ2拍かけてなんて書いたらいいの、ブレスブレスあのたっぷり200かけて吸うっていうの、うんうん、これポイントです。手辺でしたっけ。え、そうです、手辺に白です。ですね、これがベストかもこれでまたやっていきましょう、はい、OK。 なんか他やりたいとこないです。これいやでもやっぱり一番はここですね。ですよね、こう息との今のバランス、うんうんうん、今の感じいいと思います。ちょっと練習しておきます。はい、了解ですOK、 じゃあちょっと次の曲しますか、はい。